ドットコムチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。高校野球ドットコムの下田です。今回は国士舘大の高部瑛斗選手を紹介したいと思います。高部選手は山梨の強豪東海大甲府出身の選手で、3年の夏には甲子園出場を果たし、4安打と結果を残しています。国士舘大進学後もヒットを量産、3年秋までに99安打を記録し、2019年春のリーグ戦で100安打を達成しました。プロ注目の好打者はどこまで安打記録を伸ばせるか。高部選手のラストシーズンに注目が集まります。